CBR250R の紹介動画です。2011年モデルの真っ黒の CBR250R ですね。距離が1万3000キロぐらいですね。感じです、はい。車外品はレバー左右 とマルチバーもついてるので、USB の電源とかね、スマホホルダーとかつけたい方はこのままスパッとつけれるんでいいんじゃないでしょうか、はい。あとは森脇のスリップオンですねのマフラーがついてるのと、こちらも森脇のエンジンスライダーついております。ちょっとねこけてる傷ありますね。右側にこけてて、まあがっつり削れてる感じじゃないので、まあそんなにあの事故したとかそんなレベルじゃないとは思います。あとはタイヤですね、はい。前後ともちょっと古いタイヤがついてますので、こちらは新品に交換してからお渡しとなります。あとは前後とも ABS がついてるので、まあ初心者の方はね、いいんじゃないでしょうか、はい。よろしくお願いいたします。